VKC において最短最年少で赤坂ブリッジでのワンマンに挑戦するのをまさしく今最も勢いのあるバンド、そんなペントゴンさんのこちらの曲をいきましょう。ジーザスフォビア、どうぞ。ということですよね。はい。で、初です。新曲最高やん、かっこいいやん、ガンガン。いやー、やりますけれども、そんなヒップホップなノリでした。制限。オーイエーイイエー。じゃあそんなノリで自己紹介を一人ずつこちら GoPro にしてもらえるかな。誰から行くの、ベイビー。ベイビーベイビー、ゆとりベイビー。オーケー、行きましょう。オーイエー、ゆとりベイビー、ゆとりベイビー。お前たち人間がこの環境を破壊したことによってこの地球は今ヤバい状態に陥っている。ヤミさんやな、お前。俺はお前たちを許さない。以上、ゆとりでした。めっちゃ怒ってた。めちゃくちゃ怒ってたけど、お前怖いな、はい。お前たちがノリ、そのノリだ。豚肉を食べ過ぎたせいで豚が足りなくなったんじゃないか。今減っている。許さねえ。じゃあね。名前は怒りっぱなしね。名前は怒りっぱなしのね。名前言って。あつきでした。でした。あ、正解。はい、ご参加してますか。はい。ペンタゴボーカルの千鶴です。何を言うかな。お前たちが。いや、終わってる。いや、もう千鶴さんだから。モテようとして。いや、なんで真面目に自己紹介してるやつがいたんですよ。今日は熱血球祭ということで、一回整理しよう、一回整理しよう。整理一回。それは、あの、先ほどの自由研究見てない人はわけわかんないし、はい、はい、今日は、こっち二人のマイク切っといて。鉄球図祭ということで、はい、このニコビジュさんもジャックさせていただき、今日一日まだまだ楽しんでいきたいので、どうぞお付き合いのほどよろしくお願いします。ありがとうございます。鈴木さん、ありがとう。水木、はい、あ、映ってる。ギターのタクです。ちゃんとカメラ見て、はい、カメラ見て、はいはい、こっち見んなって言われるからね。早く、早く、ちゃんと今日はこんなに、いや、いいんだよ、そっちも。今日はこんなに集まっていただいてありがとうございます。今日は休みの人もいいんだよ。ダメ今日は朝から本当にね、お世話になって本当にありがとうございます。いいんだよ、そんな。甘えて、タカ甘えて。甘え自己紹介。視聴者に、はい、視聴者に甘えて。今日はまだまだ手つき伝えね、行われるのでね。一回甘えて、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 一
一回甘え、来てお願い、一回甘えて、一回甘えて、月図来てね、ありがとう。何これ、はい、そしてそしてそしてミホさん、はい、うん、あ、じゃあ、はい、誰か代わりに読んでください。はい、ベースのミンファです。ベースこれみんなっけ。おーイエー、はい、かわいい、かわいい、かわいいミンファちゃんです。素敵なかわいいイラストもね、描いていただいております。わーわーでおります。ありがとうございます。そう、皆さん実はニコ生初登場というね、そうです、童貞です、ということでございまして、はい、ニコ生童貞ですけども、こういうね、コメントがね、諸女作ってなんで言ったの今。なんで言ったの今。なんでなんなんでなあ、ピスタチオ的なのもすごいですね。クールポコ出た、ピスタチオ出た、あと何出るんですかと思ったね。これ、なんすかこれ。いいでしょ、水だよ。水だよ。あ、ローションか思ったこれ。いい、皆さんほら見て、見て、ニコ生ってコメントがこういう風にいっぱい来るわけですよ。本当だ。ですので、こちらが何か話しかけ、ユーソーリー、XD 話しかけますと、はい、そう、外国の方も見てますからね。あ、なるほど、そうだね。すぐ反応返ってきますので、じゃあ、千鶴さん、千鶴さん、何か話しかけていただいていいですか。XD、D、D、うん、XD って何なんだろうな。すげえそれに反応するけど、なんか外国の方がよく書くやつだ。ちょっともほぼにちゃんちゃんさんみたいな。いろんな世界中からね、見てくれてますよ。そうですね、いや嬉しいんです。あ、どうしたのみほちゃん。あ、ピョンスって言われた。どうしたの、みほちゃん、どうしたんですか。今完全になんか指差してたの。じゃあこっちからすごい見づらい。端っこ、うるさい、うるせえよ。すっごい見づらいわ。うっせ、働けよね、こんなコメント返してもらったら。じゃあ千鶴さん、何か話しかけていただいていいですか。はい、はじめまして、ペンタコン初登場です。うん、じゃあなんか質問しましょうか。そうしましたら、あ、なるほど、うん、なんかみほちゃんも質問あったらそこに書いてくださいね。みんなどこから見てるんですかとか、そういうのでもいいですし。あ、でも気になる、みんなはどこ、うん、どこから今これを見てるんですか。なるほど、皆さんが見ている場所書いてください。そしたらじゃあたくさん読んでください、手振って。なるほど、うん、もう来てますよ、たくさん。秋田、福岡、長野、茨城、新潟、うん、八王子、XD、XD、XD ばっかりやつよ。スウェーデン、インドネシア、大阪やで、かっこいい、メキシコ D って書いてある、デンマーク、うん、カンボジア、メキシコ、ほら、すごいじゃん、 XD、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  もう XD、 もう書かないで、もう XD、 XD、 何なのか教えてほしいよな。 XD、 じゃ、分かった、もう XD のが何なのかを調べよう。めっちゃ、めっちゃもやもや、次いけないから、ちょっと XD、 XD って何、 XD、 ちょっと XD 調べてから進めといて。 YXD、 Words、何を言ってんの。コメントでジャパニーズ XD ワーズ、みーファちゃんの質問最近にやっちゃう、お願いします。うん、やっちゃおう。3、はい、XD、 人参好き、人参みんな好きですか。ピンポイントの質問、なかなかの、はい、うん、人参好きな人はこれニコニコだとカタカナのノだと手を挙げてるんですよ。カタカナのヘだと手を下げてるんで、ノシ、あ、ほら来てる、あの、じゃあ、カナの人は XD は、 XD 今も調べてる、カオらしいですね。人参好き、人参、ほら、ミワちゃんみんな人参好きって言ってる、特許、人参好きって、特許、ミワちゃんは人参が嫌い、あ、嫌いだったんだ。なるほどね、なるほど、はい、じゃあ XD 言うよ、言うよ、 XD 言うよ、英語は、あ、もう分かったの、はい、調べたのに、おじさん、なに、なに、なに、顔文字らしいだから、英語のメールのやり取りで見られる XD の意味、 XD は英語の顔文字で、目をくしゃっとし口を大きく開いて笑った顔を表しています。日本語の顔文字を縦にそのまま読むのに対し、英語は顔を左に90度傾けて横に読みますということ。ああ、こうやって見んの、こうだわ、そう、横文字だから。面白い、面白い、見ないと、見ないと、それちょっとすごくね、なにこれ、 XD、 XD、XD 早く、いや、 D、 コウジじゃないんだ今、スクショ、スクショ、スクショしなきゃ、早く XD、 スクショしなきゃ、了解、あー、いいですね、見えた、見えた、はい、じゃあ皆さん、もう XD は終わり、これで終わり、はい、ありがとう、解決、はい、うん、さあ、それではでございますけれども、まだコーナーに行ってなかったわけですよ。みんなは大変だ、これ、何食べました。質問ここできた、急に急に何食べたか聞く、じゃあ聞こう、聞こうよ、中華、何食べました今日、サイバー、お昼かな、ジャージャー、おたげ、あ、焼きそば、あ、ひじきとか、うまい、うまいこと言ってきましょう、ひじきとから揚げね、ミンパを食べた人もいるらしい、なるほど、ハングル文字食べた人もいる、ね、おにぎりとかね、ひじき、お菓子、グラタン、ラーメン、カルボナーラ、うん、まあ、ひじきを食べた人が多い、うん、DDD って何。まだいいっすよ、 DDD って何、だいぶ顔文字なんだよ、わかるよ、
え、調べんの？いいよ。DVD って何？もういい、コーナー行く。コーナー行くよ。お願いします。コーナー行くからね。テレビで見たことあるぞ。マニアックだ。マニアックだ。お笑いのマニアックさ。あのネタ見たいな。あのネタ。よし、わかった。もうやんね。もう好きにやって。お願いします。お願いします。お願いします。はい、せっかくコーナーがあるんでね、やりますよ。いいですか、みんな。お願いします。みんなコーナーに行きますよ。題して、ニコビジュ履歴書。ほら、みんなだってこれアンケート、アンケート答えてくれたでしょ。はい、それを今から出すから、気になるところをね、うん、お願いいたしますね。あれか、さあ出していただいて、どうぞ。出たよ。もう全部はね、無理、完全に時間的に無理なんで、ピンポイントでこれ気になるっていうのを書いていただいて、それを掘り下げていこう。もしくはメンバーさんで、この人のこれ気になるねってのがあったら、それ行こう。どれがいい？書いて書いて。うん、これに使うやつだったのね。なるほど。パソコンの人にすごい、外国の方がふざけんなマジで。ユートリシャーユートリシャーホワイトジャパニーズピーポー。外国の方何も喋ってねえぞ今。お前めっちゃ敵に回してんな。もう絶対手を起こすかんな、お前の手覚えとけよお前。あ、ベロ3つ気になるね、隠し芸が多いね。じゃあ隠し芸行こう。ゆとりさんの隠し芸のとこでベロ3つって書いてあるんですよ。どういうこと？ちょっとあのカメラがあったらできるんですけど。 GoPro、 GoPro。 じゃあちょっとスタッフさん、ちょっと汚いんで。何汚いあんまりアップでやりたくないんですけど。じゃあちょっと引いて、どれぐらい、はい、これぐらいでいける。じゃあ自分で持つ。はい、ベロ3つってなるの。え、うわー、あー、そういうことね。カモメみたいになってるんだ。カモメ、うん、いや形がね。ああ、なるほど。そんなクエスチョン出されてもありがとうございます。ありがとうございます。おお、かわいい。うん、恥ずかしい。さあ、じゃあこの流れでじゃあ隠し芸いこう。あ、しずるさんのいいですね、人の良いところすぐに見つけられる。はい、じゃあ、まあまあ、じゃあまずメンバーさんいきますか。ゆとりさんのいいとこ3つ。3つ ?3 つあ、3つとか1個なの、1個なのこれ。あ、いや全然メンバーやったらもうそれ何個でも出てきますよ。じゃあゆとりさんの3つ。すが、声が高い。うん、あ、まあ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 、笑顔が可愛い。まあ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 、ムードメーカー。なるほど。あ、なるほど。厚木さんの3つ。顔が男前。うん、お、時間にしっかりしている。うん、はあ、涙もろい。俺、うん、ベロ4つできるよって書いてあった。そうだろ。いや、報告いいよ、それ黙読しといてよ。今、今いいとこ言われてるんですよ今。じゃあ、続いてはたくさんのいいとこ3つ。音楽センスがある。あ、いいですね。分かってる。笑顔が可愛い。うん、なるほど。胃袋がでかい。そうでもないな。歌がうまい。歌がうまい。歌がうまい。歌ってもらおう。じゃあ披露してもらおうか。そうなんだ。じゃあ披露してもらおうか。ちょっとなんか、じゃあ、あ、来た、なんかボイパ来た、ボイパ来た。へったくさん。歌いづらいわ、そのボイパ。汚ねえわ、そのボイパ。もしかしてどっかでね。お箱歌ってよ。今ゾウ、ゾウ今の音、笛の音なんですよ。何の音？きたね。ゾウで。笛。笛ね。笛、そんな笛ないわ。ゾウさんを打ちつけずに歌えますか。どういうこと？どういうこと？やれんの？ゾウさん。は？どういうこと？何言ってる？頭おかしいんじゃん。何言ってる？タイトルな、なかなかねえ、今日初めましてが手強いですね、厚木さん。こいつはちょっといいですな。今日は調子いいね。調子いいな、これ調子いいな。調子いい方ですよ。よかったよかった。ダメじゃん。じゃあいいとこの続き、みーはちゃん。みーはちゃんの、いや、みーはちゃんは3つ。やっぱり、まあ可愛いのはもちろんですし、優しいのと、一番メンバー重いんじゃない。確かに、メンバー重いなんだ。すごいメンバー重いだと思う。例えばどういうところが。マイク握らないで、音をガチガチ言うから。なるほど。子供か。でも一番なんかメンバーの中でパッて会った時にテンションが低そうな人間がいたら、結構気遣いはすごいメンバー感でもしてくれる。確かに、いい子。そう、ちゃんとみんなのこと見てくれてるんですね。そうです。できる子。いいやつ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 です。ですって、みおちゃん。テレ取るね。ねえ、ありがとう。テレ取るか。ということでございます。はい。ミンファの本当の発音、ミンファーです。あ、ミンファーじゃない、ミンファー。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 
って言わなきゃいけないですね、はい、本当はね、はい、すいません、じゃあミンファー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 っていう歌があるんですよ。早くあの外国の人書いて、外国の人書いてミントルシャーッミンファーミンファーちょっと待って、そろそろあれあれ観覧の人たちの空気も変な感じ大丈夫かやばいぞ、だいぶ置いてちゃってるよな。ちゃんとほら、ミワちゃんの気づかん、やっぱり優しい、優しいな、ミンファー。さあ、もう終わり、ディレクション終わり、はい、もう終わりです、もう終わりです、これは。そうです、続いて曲いきます曲を、はい、ご紹介したいと思いますので、はい、曲紹介お願いします、どうぞ。はい、9月の2日リリース、我々のセカンドシングル、ひじきと唐揚げから鉄傷です。どうぞどうぞ。9月2日にリリースされますニューシングル、ひじきと唐揚げから鉄傷でございました、はい、さあ皆さんね、感想も書いていただいて、はい、来てますよ、感想が。てんてん大好き、うん、感想読んであげてくださいね。赤すぎるやろ、赤すぎるよ、かったべ、うん、この高校に行きたいって言ってくれるのは嬉しかった、いっぱいありましたね、チズルかっこよすぎ、うん、GTO と同じ高校だったね。ミーファギター弾いてる時、うん、男っぽい、ベースやんけそこな確かにな、厳しいね、今日ね、厳しいね、今日ね、怒ってましたね、冒頭からね、はい、怒ってたし、日本人は豚肉食べ過ぎなんですそこにすげえ怒ってんだ、そうですね、ごめんなさい、なんかね、はい、でも美味しいですもんね、はい、ね、はい、ということで、だからね、この学校、高校行きたいなってありましたけど、今日この後だってね、豊島公会堂でね、そうですよ、学園祭ありますもんね、皆さんもね、はい、学園祭ライブ、うん、もうバッチリ青春取り戻して、はい、ぜひ皆さん今日一日は参加される方はね、楽しんでいただければと思います、はい、それでは、はい、続いてのコーナーにお急ぎでいきましょう。続いてのコーナーはこちらです、はい、題してニコビジオフショット。こちらはですね、皆さんがどこにも出していない画像を見せてもらうコーナーです。1枚目お願いします、どうぞ。なあ、これか、うん、ああ、なるほどね。誰が撮った写真なんですか。これは僕が撮りました。これはあの、さんが、はい、メンバーでフィンランドに旅行に行った時の写真。フィンランドに行った時のこれ、はい、そうですね、フィンランドなのこれ。そうですね、そうなの、はい、サンタの国やな、本当に。そうですね、あ、すごいですね、これは完全に日本国ですね、もう。なんで言うの、
なんで見えはんのそんなところで。なんで見え自分の国にお前プライド持ってないんかおい。これどうなっちゃう、うん、ダチョウクラブなんじゃない、ダチョウクラブなんじゃないこれ。こうなってこうなってどうなんの、どうなっちゃう、あ、どうなっちゃうの、ダチョウクラブだこれ。ダチョウクラブやで、ダチョウクラブやで。あ、あ、喧嘩してこれでどうなんの、どうなんの、え、ダチョウクラブじゃないの、じゃないのかよ。何なんだよ、どう、終わり、普通に泣いちゃっただけじゃん。何これ、新しすぎるわ。まあ、ちょっと斬新な、なんかチェットがあるのかと思って、そういうのじゃないよね。キスだ、いや、俺もそうやと思ってた。そうやと思ってた。俺もそうやと思ってたけどね。あいつが違ったな。いや、でもこれ、その、少年ワルツっていう、あ、もうどうぞ、あれ大丈夫、はい、うん、そう、フィンランド人なかったね。違いますね、これはあの、いつ情熱大陸のあの、オファーが来てもいいように、あ、なるほど、練習してるんですよ。なるほどね。タタタタタ、あ、そう、弾く方、そうですね、音の方、音の方ですね。いや、元はあるから、オファーとかないでしょ、絶対すでに。博士太郎さんがいつ降板してもいいように。いや、降板っていうか、もうあれ録音で流れてんだからさ、別に生で弾いてるわけじゃないからさ、リアレンジしたいんで。テテ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 これは貴重なお写真じゃない？何これ？みんな可愛いけど。女装して、うん、トイレで歯磨きしている。そうですね、歯磨き？歯磨きなの？どれで？え？あ、このブラシみたいなやつ。で歯磨きしてる。はい。そうですね。絶対ダメでしょ。絶対ダメじゃんそれ。これ歯磨きしてるとこですね。なるほどなるほど。で、俺の場合は、なるほど分かっちゃったよ。うん、喉にあのリンゴの芯が詰まったんで、ちょうどこれで取ろうとしてるところです。だからパゴ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 って。ゆとりさんとあつきさんは、はい、なんか別枠でだからこう出てもらった方が良かったね。みんなで出るともう話進まなくなっちゃうから。まあ、3人でなんか今度やるときはね、出て、ぜひ。そうね、二部制でなんかちょっと面白いときは二人出てきてもらって、そうですね、真面目な話するときはお三方出てもらって、僕よりタクの方が面白いですよ。まあ、でも本当来ましたよ、タクさん、はい、タクの部分を言っちゃえばそうなんですそうなんです、タクさんだってすごいコメント読むの超面白いですもんね。そうですね、なんかねめっちゃ自由研究引っ張る。ああそう、あのね、これ自由研究の時あったんですけど、例えばあの数字とか書いてくれたら3の倍数とか3がつく数字は面白く読むし、うん、あとカタカナで何か、例えばね、さっきあったカルボナーラとかあったらカタカナのところだけフナッシーで読んでくれるし、 あと通常はドラえもんで読んでくれますから、うんうん、はい、コメント書いてください。はい、マイクだけピーってなって、マイク見えないし、あ、いけいけいけ、あ、マイク立たせてる。あ、なんでそれ読んだ。あ、何、あ、違かった、3、3ってあるやん。何、あ、3、ほらほら3 あ、ほら、16、え、16、3みたいな、あ、月、え、え、あ、106、うわ、お前事故っとるやん。ごめんごめん、ダメだ、たくさん流れてる文字はまだ読み慣れてないからね。まず計算から始まりました。今計算、ちょっとあの本気で困ってる時の顔してたんで、ちょっとやめてあげてください。あ、それわかる。だとしたらそれ言わない方がいいじゃん。言わない方がいいじゃん。いやいや、あの鉄筋なんですぐわかる。今本気で嫌な時の顔してたんで、よし、カルボナーラ、なんであなたがやってる。千鶴さん字間違ってるし、この後ね、ライブもありますからね。はい、もうこの辺でやめときましょう。はい、さあ、じゃあここでじゃあお知らせをしときましょうよ。はい、絶対会話にならなかったね。はい、お知らせお願いします、どうぞ。はい、ありがとうございましたよ。ここしっかりやっとこう。ペンタゴンは9月の2日に、先ほど流れておりました、プロモーションビデオのジーザスフォビアと鉄傷を2リードとして5タイプで、シングルが発売します。このシングルには、楽器人がそれぞれ1曲ずつ作って、それを、なるほどね、シングルという形で、マネージャーに怒られてしまえ。この後怒られてしまえ。これ後で怒られます、多分。お知らせをだってちゃんとしなきゃいけないところだね。そういう形で、メンバーの番があります。あ、それぞれのね。はい、そして、我々のセカンドワンマン11月22日に、赤坂ブリッツで決定しております。おはい、明日からプレオーダーが、そのワンマンのプレオーダーがナイス、うん、始まりますので、お願いします。ぜひぜひこれを見てる皆さんもよろしくお願いします。はい、お願いします。はい、そして最後に10月8日に、蔦屋オーイーストで五右衛門レコードプレゼンツ、石川五右衛門、うん、生誕421年記念大感謝祭大盤振る舞い、無料イベントアルルガンさんとペンタゴンでやらせていただきます、うん、楽しめる一日に必ずなると思いますので、よろしくお願いします。はい、予約します。お願いします。バッチリです。お願いします。
さあそんなですね、ペンダゴンさんからですね、実はこの番組にプレゼントいただいております。おまずですね、全員のサイン入りチェキ3名様にいただいておりますので、これはですね、このニコビジュチャンネルのイベントという項目ございますので、そちらから、応募していただければなと思いますので、よろしくお願いします。そしてですね、サイン入り生写真、こちら応募者全員プレゼントというものも、まあ、サインはランダムでどなたかのサインというなりますけど、はい、応募者全員プレゼントもやらせていただくということで、おこれはですね、まあ、詳細は応募の方法とかはツイッターの方、ニコビジュのツイッターの方で、はい、アップしますので、はい、おお来てますね、星々来てますので、ぜひこちらでチェックしていただければと思います。よろしくお願いいたします。はい、はい、ということでございまして、じゃあ最後に代表して千鶴さん、はい、メッセージをファンの方にお願いします。はい、30分という短い時間ではありましたが、お付き合いいただきありがとうございます。まあこんな感じで見ていただいたら分かる通り、まあまとまりもなくぐったりがちだった5人ではありますが、音楽に関しては真剣にやらせていただいております。これからまだ始まったばかりですが、この5人で手つき図でこれからも頑張っていきたいと思っておりますので、応援よろしくお願いします。ありがとうございます。あれ、あつきさんのなんかスイッチもう切れちゃった。どうした、どうしたの、あつきさん。お腹が痛くなっちゃった。痛くなっちゃったの。やばいやばいやばい。ということでこの後もありますからね、はい、シークレットコーナーにはどなたか出ていただきますので、そちらもお楽しみでございます。はい、よろしくお願いします。本日二組目さん、タクです。え？シークレットコーナーに出るメンバー。あ、まあ、発表してくれたんですね。誰誰？タクです。タクさんと内緒です。タクさんだけは明らかにしてくれたんだ。わかりました。ペンダコの皆さん、はい、ありがとうございました。